皆さんこんにちは、杉本優里です。過ごしやすい秋はイベントシーズンですね。金沢ならではの秋のイベントがあるのをご存知ですか？今回は金沢歴史遺産探訪月間2024についてご紹介します。文化財保護課の池田さん、金沢歴史遺産探訪月間について教えてください。はい、金沢市内には、お寺ですとか町屋などの建物、あるいは用水、民俗芸能といった、金沢の歴史を今に伝えるさまざまな文化財が数多く残されています。そうした歴史遺産を、より多くの方に知っていただき、身近に触れていただくためのイベントとなっております。イベントではどんな歴史遺産に触れ合えるんですか？はい、普段は見ることのできない建物の内部ですとか、あるいはお庭といったものの特別公開、あとはテーマを決めた街歩きですとか、親子で楽しめるようなイベントといったものも数多く企画しております。今年は能登地区の伝承芸能を招いた無形民俗共演会も開催することとしておりまして、金沢から能登の復興を願うメッセージを発信します。では開催期間を教えてください。10月から11月にかけての土日祝日に合わせて29のイベントを予定しております。今日はその中でもイベント2つ内容をご紹介したいと思います。長町にやってきました。そばを流れているのは大野小用水ですね。はい、水の音がいいですね。そうですね。そして池田さん、どちらで歴史遺産のイベントが行われるのですか？はい、そうしましたらこちらのお屋敷のお庭でイベントが開かれるということになります。はい、ご案内をお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらが西支庭になります。池もあって、たくさんの庭石もあって、そして木もいろんな種類が植えられていますね。奥には橋もかかっているんですね。こちらの西支庭園の歴史遺産のポイントを教えてください。はい、金沢のお庭といえば、なんといっても兼六園が有名だと思うんですけども、こちらのお庭については大正時代に個人の、住宅に作られたお庭っていうことになります。ここはもともと武家屋敷跡地だったんですけども、そういった伝統も引き継ぎながら新たな工夫を凝らして作られたお庭ということになります。どのあたりが大正時代なんですか？はい、兼六園とかですと戸室石ですとか石川県の有名な石がありますけども、こちらのお庭については、その全国からですね、庭石を持ってきているっていうのが特徴になりまして、例えばこちらの赤い石なんですけども、非常に大きいんですけども、これは京都の、鴨川の石になりまして、京都の石をどうやって金沢まで運ぶことができたのでしょう？近代になると鉄道ですね、がまた敷かれたりしてきますので、金沢駅も明治31年に開業するんですけども、そういう鉄道網の普及ですとか、そういったことも庭石を多く県外から持ってこれるようになった理由の一つかなというふうには思います。交通網が発達した大正時代だからこそ作ることができた庭なのですね。橋の近くにやってきましたね。私たち低い姿勢になりましたけれども、こちらに歴史遺産のポイントがあるんですか？はい、そうしましたら、そちらの少し見えづらいんですけども、こう水がこうゆらゆら動いているところがあるんですけども、でこれは実は先ほどの大野小用水から引いている流れでして、管を使ってですね、この池の下をこうお屋敷も下ですねを通りながら続いてきて、こちらにこう湧き出してくるということになるんですけども、離れの方からですね眺めますと、こちらが谷のような作りになっていて、そこから水がこうゆらゆら動いて流れてくるような、そういう風景を見せていると思います。川の水がこの小用水で流れてきて、この池を満たされて、でまた流れて出ていく、雄大さを感じますね。そうですね。
他にも歴史遺産ポイントはあるんですか？はい、そうですね。もう一つのポイントとしては、 あちらの築山がポイントかなと思っておりまして、この池をこう深く掘るわけなんですけども、そこで取った土をですね、おそらくは高く持って作ったようなものだと思うんですけども、非常に高低差のあるそういうパノラマのような景観を楽しむことができまして、そういった作りも非常に特徴かなと思っております。で、そういったいろんなところが評価されまして、現在は金沢市の指定文化財なんですけども、国のですね名勝っていうものに今後指定される見通しにもなっております。金沢を代表する庭は兼六園だけではないんですね。こちら西市庭園は普段は公開されていませんが、歴史遺産探訪月間の期間にぜひ訪れていただきたいですね。はい、次に紹介する歴史遺産イベントは、ここ金沢市埋蔵文化財センターで行われるものだそうです。矢口さん、はい、埋蔵文化財センターではどんなイベントが行われるのですか？はい、埋蔵文化財センターの中にあります金沢縄文ワールドという展示室で、実は9月の14日からよみがえる縄文土器という企画展を開催してるんですけども、企画展では中屋沢遺跡から出土した出土品、これが実は重要文化財に指定されてまして、でその指定から10周年ちょうど今年迎えたということで、それを記念する企画展となってるんですが、それに合わせた内容の講演会を開催する予定をしております。中屋沢遺跡はどんな遺跡なのでしょうか？石川県を代表する縄文時代の貴重な遺跡なんです。はい、で、場所は金沢市の稲穂一丁目というところにありまして、そこからたくさんの土器であったり木の道具、石の道具、たくさんの出土品が見つかってます。その出土品に何か特徴はありますか？漆塗りの道具、木の道具が、たくさん出土しているというのがこの中屋沢遺跡の出土品の特徴です。だいたい3000年ぐらい前ですかねの縄文人の生活をよく示すということで、非常に全国的にも高い評価を受けている貴重な遺跡が中屋沢遺跡なんです。中屋沢遺跡の出土品の中から代表的なものを紹介してもらいました。こちらですね、卵体漆器というふうに呼んでおりますけども、実はこれ植物の繊維を籠状に編んで、そこに漆を塗ってるんです。パッと見縄文土器みたいに見えるんですけども、木の籠なので持ったらすごい軽いんです。こちらは急須のような土器ですね。そうですね、杉本さん鋭いですね。漆塗りの中高土器です。全体が涙形をしている土器に注ぎ口をつけて、で全体に今度もまた漆を塗ってるという、普段使いではなくて何か特殊なお祭りであったり、そういった時に使ってたんでないかなというふうに考えています。縄文時代と聞くと縄文土器ばかり思い浮かんでいたんですが、木材加工や漆を使う高い技術を持っていたことが中屋沢遺跡から分かったんですね。そうですね。ではイベントの講演会ではどんなことがテーマになりますか？はい、開催している企画展と合わせた内容の講演会を、行う予定をしております。中屋沢遺跡の特徴であったり魅力であったり、金沢の縄文時代の遺跡、縄文文化を、ご紹介するテーマの講演会を予定しております。イベントに参加したい方はご覧のチラシを入手してください。定員があるイベントはそれぞれの申し込み先へお電話ください。金沢には歴史遺産探訪月間の期間中しか触れられない歴史遺産がたくさんあります。皆さんもぜひイベントに参加してくださいね。